はい、こんにちは、マサートです。2020年、令和2年、1月26日ですね、日曜日、死の日の午後となりました、賛美のひとときとなりました、2曲目は、聖歌298番、世にある限り、ヨハネの福音書12章の26節、人をもし我に仕えんとせば、我に従い、ヨハネの福音書12章26節。まあ、下はの括弧欄は例の戦いとなっています。なかなか、賛美、うまくいき、でも、まあ、下手は別として、この賛美が忍び、ここ、まあ、死に用いられますように、お祈りいたします。じゃあ、お祈りいたします。天の神様、2曲の賛美も神様、導いてください。感謝して、イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。聖歌298番、世にある限り、ヨハネの福音書12章の26節、人もし我に仕えんとせば、我に従い、ヨハネの福音書12章の26節、4節ですね、4節まであって4分の4で、やや早く100ですね。3いきます。3、はい。世にある限り、仕えまつらん。この身に近く主よはしませ。戦いもなど恐るべしや。導く御手にすがりゆくみ。主よ悪の声耳に満ちて浮世の栄え目を惑わすあた人たちに囲まるる日砦となりて守りたまえ欲の嵐のすさぶ中に聞かしめたまえ長み声を心静かに聞く我が身を守らせたまえ救い主よ世にある時も共にまさばましますいえに我もありえん世にある限りしもべとしてつこおる恵み与えたまえ。はい、感謝いたします。アーメンです。聖歌の298番、世にある限り、ヨハネの福音書12章の26節、人もし我に仕えんとせば我に従い、ヨハネの福音書12章の26節、天の神様、この2曲目の賛美も感謝いたします。どうか主の御心がなりますように、御心ならば用いてください。衣も清めてください。感謝して、この祈り、私たちの個人的な救い主、主イエスキリストの尊いお名前によってお祈りいたします。アーメン。はい、以上です。